チャールズ・ジュデブ・グライアンとは、リベリアの実業家、政治家、国家暫定政府議長、リベリア行動党議長などを歴任、リベリアにおけるイングランド国教会の中心的人物であった。1984年に、リベリア行動党創設に参加し、1992年から、同党議長、チャールズ・テイラー大統領大臣に絡む2003年8月の和平合意で、 中心的人物として暫定の原子核である国家暫定政府議長に選出され10月に就任した。2005年に行われた大統領選挙によってエレン・ジョンソン・サー・リーフが当選したため2006年1月に退任した。2007年2月27日、ブライアントは横領の罪で起訴された。政権は100万ベイドル以上を横領したとされた。 しかし2009年4月30日にブライアントは他の4人と共に国営石油コンビナートから100万ベイドルを横領した容疑に対して無罪を言い渡された。さらに2010年9月24日には130万ベイドルを国家から盗んだ容疑に関する別の訴追が政府が何の犯行の証拠も提供しなかったとして取り下げられた。2014年4月16日に モンドビアのジョン・ F ・ケネディ・メディカルセンターで亡くなった。ありがとうございます。